エレクトロスタリの師匠、エレクトロスタリは、ロシアのモスクワ州にある都市。首都モスクワの東 58km に位置する重工業都市であり、夜勤と重機の一大中心地である。人口は2010年で155,300人ほど。2002年国勢調査で146,294人。1989年ソ連国勢調査で152,463人。 エレクトロスタリのアイスリンク、プロアイスホッケークラブ、クリスタルエレクトロスタリの本拠地エレクトロスタリは、かつてはザチシチエと呼ばれた。1916年に、帝政ロシア末期有数の実業家、ニコライ・ブトロフの巨大な夜勤工場がこの地に建設されたことで、労働者が集まり大きな住宅地となった。1925年には、鉄道が到達し、 1928年にはエレクトロスタリと改名され、1938年に死となった。当時、人口はすでに4万3千人を数えた。この地に集積した金属工場は砲弾などの製造で独祖戦を支え、戦後はさらに工場と人口が集積した。エレクトロスタリは、ロシアの製鉄の中心地の一つで、ロシア革命直前に稼働した。 エレクトロスタリ工場がその中心となっている。1941年に始まった独ソ戦ではドイツ軍の侵攻にさらされたウクライナなどから重機械などの重工業がここに疎開している。今日のエレクトロスタリは製鉄や金属工業とその生産設備を作る機械工業のほか化学工業などの集積する工業都市でソ連ロシアの原子力を支えてきたのをしくう 工場も立地している。カザフスタンの駅バスとスだに発電所から伸びてきた 1150KV の高電圧の送電線は、エレクトロスタリが終着点となっている。エレクトロスタリの近郊には1 2 0 0ットという高出力のラジオ送信施設があり、中波放送を発信している。エレクトロスタリへは、モスクワのクルスキー駅からエレクトリー地下が通っている。また、 モスクワやノギンスクへのバスも出ている。ありがとうございます。